国指定重要無形文化財の花園の盆田の舞がコロナの影響もあり、なんと5年ぶりに公開されることとなり、地域の方、また歴史に興味のある方が大勢ご覧になっていました。この花園の盆田の舞は平安時代中期から行われてきた田遊びの一つで、五穀豊穣や豊作祈願を行うとともに、豊作に感謝するために行われています。毎年旧暦の1月8日に奉納することになっていますが、現在は2年に1回、2月の第2日曜日に行われています。この花園の盆田の舞の特徴といたしまして、稲作の全工程を芸能として演じること、また伝承されている言葉の中に、鎌倉時代や室町時代の言葉が残されていると言われており、昔のままの芸能が伝承されているのが特徴です。稲作の条件の良くない花園の山間地で豊作を祈る思いが言葉や芸能によく表現されています。今年は5年ぶりに花園郷土古典芸能保存会の皆さんが主催となって、桂木町花園柳瀬にございます変成寺のお堂で盆田の舞が行われました。今日は2月11日花園にやってきております。ここで盆田の舞が復活するということで、早速お話をお伺いしたいと思います。桂木町議会議員もお務めの浦中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはどういった催しなのか教えていただけますか。これ五穀豊穣を願ってですね、豊作祈願とかっていうのを願ってするこのお正月のあらかじめお祝いするという予祝の行事で、はい、このお米を作る過程をその田の準備から、もみまき、田植え、稲刈り、もみすりと、こういったことを、芸能として、演じます。はい、でこの花園の盆田の舞は国の無形文化財に指定されているというものなんですよね。はい、国の指定になっております。はい、この橋本糸で国の指定というのはなかなか珍しいことですよね。多分国の指定の郷土芸能はこの橋本糸館内ではうちだけじゃないですかね。はい、はい、で実際それをこう守っていく、つないでいくっていうのは今どういった形で行ってるんですか。これ五穀豊穣を願うもんですから、基本的には毎年、はい、その年の豊作をこの願うために演じることになってるんですけども、このやっぱりだんだんとそのなんか地域の人口も減っていくし、そういったことで2年に1度やることでずっと継承を今まで、最近はやっております。はい、で2年に1度っていうのが意味がありまして、隣のこの有田川町の杉の原というところにも国の指定を受けたこの盆田があるんですよ。でそちらとじゃあ交互にやりましょうということで、最初はですね、そういったことで2年に1度やってたんですが、つい最近も杉の原の方も人材がないということで、休止されておりまして、でもう残るは私どもの本田だけということになっておりまして、でまあ2年に1度やる予定でずっと来てるんですが、コロナ感染症の関係でちょっと間休ませていただいて、今回は5年ぶりという、はい、そうなんですね。はい、でどういった方がこの盆田舞踊られるんでしょうか。一応ですね、保存会というのがありまして、そちらのメンバーということになりますが、この2年に1度やるもんですから順繰りにですね、役をこの簡単な役から
だんだん難しい役にこの順繰りに上がっていくというそういう形で今までは継承されてきたんですけども、今はもうそれだけのその若い人がいないんで、同じようなメンバーが役を変わりながら継承してるとそんな状態になってます。そうですか、はい、一番若い方でおいくつぐらいですか？38ですか、はいはい、ちなみにじゃあ一番上の方は？上はね今71です。あ、そうですか、はい、で今までこうつながってきたこの催しなんですけれども、やはり新しい人に入っていただきたいということでしょうか？そうですね、お若い人が入ってくれないと、そのもちろんその継承しないというのがもう目の前に見えてきておりましてですね、はい、それをどうするかというのが一番もう悩んでるとこなんですけどね、はい、まあ、いずれにしても人口は減るばっかりで高齢化するばっかりですので、はい、なかなかそのそれをどうするかという、まあ、考えが浮かばないような、地域外からもぜひですね、はい、演じたいっていう意識のある人は参加していただきたいんですが、いずれにしてもその継承しなくてはならないので、はい、今年だけ参加しますっていうことですと、はい、なかなかねそういう重要なその役を演じてもらうわけにいかないんで、はい、そこが一番その、まあ、今後心配するところなんですね、はい、なるほど、で今日はここ遍照寺というお寺の境内で今舞台組まれてるんですけれども、もともとはここじゃなかったそうですね。もともとはね、このお寺の大御堂というお堂がありまして、はい、それが、まあ、非常に大きなお堂だったんですが、その小学校の新築に合わせてそのお堂も解体してしまったんで、はい、そちらでできなくなったんですね、はい、で、そういうことからこの遍照寺に大日堂ができて、はい、でその中で演じるようになったんです、はい、この遍照寺が、まあ、この地域では中心のお寺ということですか？そうです、そうです、はい、はい、ちなみに神様と言いますと下花園神社ということですね。はい、わかりました。いや本当に今舞台を組まれてるんですけど、まあ、その内容というかどれくらいかかるものなんですか？ね、だいたい2時間ぐらいかかる。2時間、はい、でやっぱり若い人が少なくなってるんで、その相当体力的にね、まあ米作り の、はい、最初から姉妹まで演じるので、それも当然大変なのですけども、若い人がいないんで少しカットしましてですね、はい、でなんとかやれるような形で今年は演じるということになります。それでも2時間、はい、それでも2時間かかります、はいはい、私も違うところでその女の漫画を見たことあるんですけど、結構ユニークなものだったりとか、その面白みがあるようなところもあったんですけど、ここの女舞の特徴っていうのはもし何かあれば教えてください。そうですね、やっぱりその古い形がそのまま継承されてきてるということで、あまりそういうその面白いとかっていうようなものをこの演じるというようなことはあまりなくてですね、やはりその米作り、いわゆるそのこういう山間地ですので、なかなかお米ができにくかったと思うんですよね。そういうことからでちょっとでもその豊作を祈るというそういう思いが強かったんだろうと、そういうことからこの長く元の形を継承できたんではないかなというふうに、まあ思ったりするんですよね。そうですか、ね、でその演じられる役の方大体何名ぐらいいらっしゃるんですか？ね、主には6人ぐらいになります。はい、はい、まあただ歌い方というか座方、はい、座歌を歌う人も含めて合わせますと大体今回で21人ぐらいですかね。でカットしてますので、はい、カットしないと8人か9人ぐらいは必要になります。そうなんですね、はい、で日頃どういうふうにこう練習してるんでしょうか？もう練習はね、そのまあ新たに入ってきて突然その重要な役をするということになりますと相当な期間を要するんですよ、はい、ところがまあ経験者ばかりですので、だいたいまあ20日から1月ぐらいかけて練習、はいはい、それでもまあそのくらいかかっております、はい、でも2時間もしなきゃいけないわけですからね。で今本当まだ準備段階なんで
ですけれども、あのなんか衣装とかもあるんですか？はい、もちろんあの衣装つけたものはまだ中におりますが、はい、あのちゃんとした衣装で、あの、うん、なんていうか昔ながらのような感じのをイメージするような衣装になってます。はい、はい、でこう役の方ももう羽織袴まで、はい、はい、これはあの座方座歌を歌う、はい、うん、役で、だいたい年寄りがメインになります。いや、こういった衣装も皆さん保存されてるということですよね？そうです、そうです、はい、まあいろんなところから協力いただいてその衣装を作ったりですね、そういうことしながらあの継承してます。は女舞が行われるんですけども、年中行事というか年間通して何か他にも催しってあったりするんですか？はい、私どものこの郷土芸能の保存会っていうのは普通一般的ですとですね、一つの芸能を保存しているというのが一般的に多いんですよ、はい、ですからなんとか踊り保存会とか、確かにあのそういったような名前で、保存会ってあるんですが、私どもは花園郷土古典芸能保存会っていうその意味はですね、はい、あのもう一つ県の指定を受けている仏の舞というのもありますのと、それからもう一つ県の指定を受けている松明推しという行事と、はい、女この女と3つのこの芸能を保存しておりますので、そういったその保存会の名前になっていまして、実はあの今年の11月17日なんですが、仏の舞を20年ぶりに、このお寺の境内で、はい、演じることを予定しております。20年ぶりはこのお寺での奉納ということで、ただあの舞台に映える芸能なので、はい、あちらこちらのこの郷土芸能の大会に呼ばれましてですね、はいはい、それでまあ継承がうまくいってるとこういうことになります。はい、はい、でもこの場所で行われるのが20年ぶりと。そうなんです。いうことですね。はい、あの確か以前下花園神社の取材に行った時に大変見応えのある催しだと聞いておりまして、それも継承していくのがね、なかなか力もいるというふうに聞いた覚えがあるんですが、はい、もうあの松明推しもですね、やっぱり若い人が少ないっていうこともあって、はい、昔はもその、うん、直径7、80センチ、はい、で長さが7メーターぐらいのですね松明を、まあ、担いで練り回したんですけども、だん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 とですねその体力がなくなってきてますので、あの松明の大きさも少し小さくなったりですね、そういったことでなんとか、まあ、継承につなげてるということになります。はい、そうですか。はい、いやでもなんかこの地域のつながりがやっぱりそういった催しを通して熱くつながってるような気がします。はいはい、はい、まあ、あのやっぱり人口減っていくんでね、もうなかなかこのどこまで続けられるのかという、そういうことを一番心配しながら私も今もまあやっているんですけどもね、はい、まあ、ぜひねこういったあの地域の行事参加していただいて、またこういった催しをお子様連れて見に来ていただきたいですね。そうですね、やっぱりあの長い歴史のあるそういう芸能ですのでね、はい、ぜひまたこういう機会にご覧いただいてと思います。って言いますのも、いつこのもう継承できなくなるかわからないようなそういう芸能が多くなってますので、ぜひそういう機会があればですね、積極的にご覧いただければ、またあの保存する方も、まあ、もっとやっぱり元気づいて保存できるということにつながりますので、ぜひまあお願いしたいなというふうに思います。はい、あのこの変成寺の言われというか歴史というのも教えていただけますか？はい、あの詳しいことは私もわからないんですが、このマカズナさんというマカズナという、まあ、あのこれあのオグルマソウという草なんですが、はい、昔そのこの地域の人がものすごい飢餓に苦しんでた時に、弘法大師がこのオグルマソウを食べてこの飢餓をなんとか生き延びなさいということで、その草をのことを称して、まあ、マカズナさんという
産後になってるんですよね。この草は食べられるよっていうことをお大師様が教えてくれたと。そうなんです。そういうその意味合いがあるお寺ということになってまして、はい、実はこのもともとあった弘法大師の座像が和歌山市内のですね、はい、高野寺というところに今安置されてるんですよ、はい、でこれ和歌山初代藩主の浅野行長という方が高野と和歌山市とのこの国交っていうんですか、そういうものをするためにその高野寺を建設されて、そこにこの花園のこのお寺の座像が移ったと、はい、そういうその歴史がありましてですね、そういったことからも非常にこの弘法大師与大師さんとのつながりが大変深いお寺ということになりまして、この座像が高野山の金剛峯寺にある座像に非常によく似てましてですね、はい、また機会があれば皆さんもそういったこともまあご覧いただいたらと思うんですけども、 そこのお寺もやはり真綱さんという三号はですね、はい、やっぱり使われてるんですよ、はい、そういったことから深いそういうつながりがあるということになります。そうですか、ね、この花園という地名自体が高野山にお花をね備えるために作っていたっていうのも以前聞いたことがあって、はいはいはい、すごいもうこの高野山とのつながり代表そして座像が行ったかもしれないということですね。そうですね、まあ、おそらくお大師さんもこの地域で修行されたいろいろしたことはおそらく間違いないというふうに思いますので、そういったことから高野山とのつながりの中で、地域のそういう仏化いわゆる式民とか、はい、小山木であるとか、はい、あるいはまたその野菜なんかもですね、はい、小屋さんに納めたというようなことが記録として残っております、はいはい、そうなんですね。いやすごいなんかこうつながりを、で、まあ、当時は浅野のね藩主さんがいらっしゃった頃はやっぱり小屋さんはまあ力があってもうすごい事量があってまあ、そことのこうつながりをねなんとか持とうとしたそのまあもしかしたら仲介役だったかもしれないですし、そうですね、はい、はい、そういった歴史も教えていただきました。いや詳しいお話ありがとうございました。いえいえありがとうございました。今日は花園遍照寺での女の舞に取材に来てるんですけれども、なんと竜津姫神社の入宮寺もお越しになってましたのでお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国の無形文化財になっているということで大変歴史のあるものらしいですね、はい、この地域では恩田の舞、まあ、恩田祭りとも言うんですが盛んに行われてまして、今も、残っているものが、やっぱ一番有名なのがこの花園の恩田の舞でして国指定になって、私ども神社の方は県指定で、私ども神社の記録ですと平安の末期からやってたっていうのがありまして、それ以外にも和歌山県内のニュー神社で今も行われてる、ところがあります。でこの恩田祭りっていうのは、まあ、恩田の舞っていうのは、まあ、日本人のものの考え方ですねが分かる、まあ、どういうことかって言いますと、簡単に言いますと田植えから稲刈りまでの所作を、まあ、面白おかしくあるいは詳細に、いろんな登場人物が出てきてで、最後、まあ、稲を刈ってそれで、たくさんのお米が取れましたありがとうございますというのが、この、まあ、芸能としてのものなんですけれども、やはり最後にやはりお米がたくさん取れてありがとうございますで終わってしまう、まだ取れてない、これから田植えをする、その時にそういうような祭りをするということ自体がこれはいわゆる予祝といいまして先に祝ってしまうと、はい、物事がうまくいったことを想像してそれに向かってみんなで頑張るっていう考え方があるんですね。これは我々日本人のものの考え方で、それで万が一、そうならなかった時にはみんなで力を合わせて何とかしようという、まあ、そういう意味で、神仏に祈るというようなんですね、まあやはり最初からダメかもしれないなと思ったら物事ってできないんですよね。でもうまくいくぞやるぞって言って
やっぱそういうものの考え方がね、やっぱりよくわかると思いますね、はいはい、そうなんです。先ほど浦中さんにお話聞いた時も予祝っていう言葉が出てきて、どういった意味なのかなって今思ってたのが全部お答えいただいて納得しました。あ、そうですか、はい、いやいや、まさに、まあ、今年が世界遺産20周年なんですけども、はい、世界遺産のこの考え方、日本人の信仰の源泉がこの紀伊山地の中にあるっていう、はい、まあ、一つのこれもね、あの例だと思うんですね、はいはい、そうですね、まあ、神社が向かいにあって、はい、お寺があって、でこのお寺でそういった予祝の催しが行われてって、本当に神仏一緒の祈りがあるわけですね。そうなんです、はい、まあ、昔は江戸時代までは神社の隣にお寺ができて、はい、一体的に運営をされてたっていう歴史がありますので、はい、その神社とお寺の関係っていうのは多分ここの地域は深くて、はい、下花園神社との、関係が深いわけですよね、はい、だからそういうような形で、神様も、まあ、言ってみればおいでになるというような、はい、そういうすごくこう象徴的な、あの昔からのそういうね、いわゆる神仏の関係ですね。そうですね、まあ、あの世界遺産で言ってる神道と仏教の融合した文化的景観って言って、はい、それがユニークだっつって、はい、まあ、世界遺産になってる、まあ、そういうようなものがねここにもねあるんだなっていうことを今日また改めてね、はい、あの思いました。そうですね、はい、どうしてもそのコアゾーンというか高野山とか、あの吉野とか、まあ、熊野とか、はい、主な地域に目が行きがちなんですけれども、それを支えている、例えばこの花園なんかは高野山を支えている地域、そこでもそうやって世界遺産に登録された理由が残ってるわけですよね。というよりも世界遺産ってピンポイントでなってるだけで、実はそれを支えている地域の人の生活、また祈りというものはその周りに当然あるわけで、はい、だから例えば私ども神社が世界遺産になってますが、この地域全体に同じものがあるわけでして、それは当然といえば当然なんですね。まあそれをその、ユネスコは文化的景観っていう言い方をして、この地域は道も世界遺産だっていうような話になってます。でもそのもうちょっと拡張した考え方をすれば、地域の人たちが祈りの形を作っている、支えている、でそれを続けているから社寺も残っていく、だからどっちが先かっていうのはないわけですよね。だからこういう行事があるからこそ、やはり祈りの形が今に受け継がれるっていう、非常に重要な、5年ぶりにおやりになるということですが、本当にこうやって続いてるってことはすごいことですよね、はい。まあ、これから先つなげていくのにもちょっと苦労はあるというふうにおっしゃってましたけれども、でも今年がその世界遺産登録20周年ということで、改めてこの地域に根付いているこの文化歴史っていうのも掘り起こして皆さんに感じていただきたいなと思います。はい、本当におっしゃる通りだと思いますよ。はい、今年は5年ぶりに花園郷土古典芸能保存会の皆さんが主催となって、桂木町花園柳瀬にございます変成寺のお堂で恩田の舞が行われました。今は市町村合併によって桂木町花園となっておりますが、以前は花園村でした。その花園村の昔話という本がございますので、花園村の由来についてご紹介したいと思います。花園村はな、和歌山県の北東部にあって、紀伊山系の最高峰五麻壇山と霊場高野山の間にひっそりと息づいている村でな、弘法大師の高野山開創とともに開かれたそうな。高野山の御仏に四季の花を献上するようになったところから、お大師様に花園という名をいただいて花園村と呼ばれるようになったということじゃ。この花園村が高野山の寺寮であった頃は、村内に100近い伊織やお堂があってな、今もこの村には
民族的に貴重な習慣や伝統行事、民族芸能が残されておるんじゃ。花園村の話をするときに欠かせないのは、新年に行われてきた恩田の舞と、61年目に演じられてきた仏の舞であろうの。恩田の舞はその年の豊作を祈願する舞でな、田植えから脱穀までを面白く踊るのじゃ。仏の舞はな、平安時代に始まったそうで、女人成仏を表すものなんや。仏の浄土に竜王の姫乙姫を迎えるために、お釈迦様の使いの文殊菩薩が竜宮に行って、竜王と5人のこの鬼といろいろ問答を繰り返すのやが、鬼どもは言うことを聞かん。そこで文殊菩薩は、仏の浄土にはこんな素晴らしい舞がありそうろうと言うて、大日如来、釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来、阿闍梨の5人仏が仏の舞を見せて鬼を解き伏せたんやそうな。乙姫は喜んで仏の道に入ったんじゃと。恩田の舞と仏の舞を継いできたのは村の30歳までの若者で、それも長男に限られておったそうな。仏の舞は61年目の上演やったから、知らずに死んでいった村人の多かったということじゃ。今は国の無形文化財に指定されてな、村の保存会の人たちが時々上演してるんじゃよ。ご紹介したのは、花園村商工会村おこし実行委員会が発行した紀州花園村の昔話より、花園村の由来でした。国指定重要無形文化財の花園の恩田の舞が、コロナの影響もあり、なんと5年ぶりに公開されることとなり、地域の方、また歴史に興味のある方が大勢ご覧になっていました。この花園の恩田の舞は、平安時代中期から行われてきた田遊びの一つで、五穀豊穣や豊作祈願を行うとともに、豊作に感謝するために行われています。毎年旧暦の1月8日に奉納することになっていますが、現在は2年に1回2月の第2日曜日に行われています。この花園の恩田の舞の特徴といたしまして、稲作の全工程を芸能として演じること、また伝承されている言葉の中に鎌倉時代や室町時代の言葉が残されていると言われており、昔のままの芸能が伝承されているのが特徴です。稲作の条件の良くない花園の山間地で豊作を祈る思いが、言葉や芸能によく表現されています。今年は5年ぶりに花園郷土古典芸能保存会の皆さんが主催となって、桂木町花園柳瀬にございます変成寺のお堂で恩田の舞が行われました。今日は2月11日花園にやってきております。ここで恩田の舞が復活するということで、早速お話をお伺いしたいと思います。桂木町議会議員もお務めの浦中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはどういった催しなのか教えていただけますか。これ五穀豊穣を願ってですね、豊作祈願とかっていうのを願ってする、このお正月の
あらかじめお祝いするという予祝の行事で、はい、このお米を作る過程をその田の準備から、もみまき、田植え、稲刈り、もみすりとこういったことを、芸能として、演じます。はい、でこの花園の恩田の舞は国の無形文化財に指定されているというものなんですよね。はい、あの国の指定になっております。はい、この橋本糸で国の指定というのはなかなか珍しいことですよね。多分この指定の郷土芸能はこの橋本糸館内ではうちだけじゃないですかね。はい、はいはい、で実際それをこう守っていく、つないでいくっていうのは今どういった形で行ってるんですか？あのこれあの五穀豊穣を願うもんですから、あの基本的には毎年、はい、その年の豊作をこの願うために演じることになってるんですけども、やっぱりだんだんとそのなんか地域の人口も減っていくし、そういったことで2年に一度やることでずっと継承を今まで、最近はやっております。で2年に一度っていうのが意味がありまして、隣のこの有田川町の杉の原というところにも国の指定を受けたこの恩田があるんですよ。でそちらとじゃあ交互にやりましょうということで、最初はですねそういったことで2年に1度やってたんですが、つい最近も杉の原の方も人材がないということで、休止されておりまして。そうですか。はい、でもうあの残るは私どもの、はい、女だけということになっておりまして、でまあ2年に1度やる予定でずっと来てるんですが、コロナのコロナ感染症の関係でちょっと間、はい、あの休ませていただいて、今回は5年ぶりという、はい、そうなんですね。はい、いや詳しいお話ありがとうございました。ありがとうございました。